さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回は1万円台で買える最強 GPU インテルコア i3-12100F をご紹介していきたいと思います。コア i3？ はい、コア i3 になります。インテルが第12世代 CPU となって第2弾目の CPU となるんですが、前回は軽付きモデルしかなかったんですが、昨日1月5日にエントリーモデルの CPU が発売となったので、今回は早速こちらを購入してきました。あんたまた買ってきたの？いや、そのあんた後で話があるからね。あ、はい。ということで今回の動画はインテルコア i3-12100F の開封とスペックのお話、ディテールクーラーでの性能検証、ディテール以外でのクーラー検証もやってみました。いや、このシルエットあれしかないじゃん。ということで、こんなウプ主ですが、よかったら評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ということで今回購入した CPU はこちらになります。インテルコア i3-12100F となります。ちなみに昨日2022年1月5日に新発売となったものが、 CPU はこちらに表記したものが新発売となりました。マザーボードは H670B660H610 が新発売となりました。今までハイエンド CPU とハイエンドマザーボードしか発売してなかったので、第12世代を買うのを待ってた方々にとっては朗報になるのかなと思います。で、今回中でも1万円台で買える最強 CPU i3-12100F を購入したので、早速レビューをしていこうということです。この CPU そんなにすごいの？性能については後ほどベンチマーク等を取って調べていきたいと思います。その前にこちらの CPU のスペックのご紹介です。インテルコア i3-12100F ですが、第12世代 CPU として販売されました。対応ソケットは LGA1700 で、現状では600番台マザーボードしか対応しておりません。プロセスルールはインテル7と呼ばれる10ナノメートルで、4コア8スレッドでクロックは 3.3GHz から 4.3GHz。キャッシュは書いてある通りで、TDP は 58W、最大で 89W になっております。で、こちらの商品ですが、発売開始価格が、13,980円なんですよね。なるほど、1万円台で買える第12世代 CPU ってことなのね。はい、ただもう一つ1万円台で買える CPU があって、それが、コア i3-12100 になります。F ありと F なしということね。まずは初めて見る方向けに、F ありと F なしの違いを説明します。CPU の末尾にはいろんなアルファベットが振られているんですが、それを全部説明すると日が暮れてしまうので、今回は符だけについてだけ説明します。まず、基本的にアルファベットがついていないインテルの CPU なんですが、こちらには内蔵グラフィックがついております。内蔵グラフィックとは、CPU そのものに映像出力機能があって、今高騰化しているグラフィックボードを購入しなくてもパソコンのモニターに映像が出ます。逆に、F がついている CPU は、内蔵グラフィックがついていないため、モニターに映像を出すために必ずグラフィックボードが必要になります。これについてはどちらがいいかというと、どっちにも利点があるので、その辺も含めて次のお話をしましょう。シュラララ。では続きですが、それぞれの値段についてです。今回の i3 は F があるかないかで約5000円ほどの値段差があります。これ性能に差はないんでしょ？はい、先ほど言った内蔵グラフィックがあるかないかだけになります。この5000円って結構大きい差よね。そうですね。さっき言ってた F があるかないかについてよりも値段が安い方がいいんじゃないの？それも一つの考えで合ってると思います。ただ内蔵グラフィックがついていることで、GPU を必要としない小さいパソコンやオフィス用のパソコンとかが作れたりします。あと内蔵グラフィックがついている私の中での最大メリットなんですが、パーツが壊れた時に原因を特定するのに一つの要因になるんですよね。どういうこと？例えば急にパソコンが動かなくなった時に、GPU が悪いのか CPU が悪いのかがわかりにくいんですよね。なんで？ F なしはグラフィックボードがないとモニターに出力されません。なのでグラフィックボードを抜いてしまうと、モニターには何も映りません。なのでグラフィックボードが壊れているのか CPU が壊れて動かないのかがわかりにくいんですよね。ほう、なるほど。なのでそこに5000円をかけるかどうかっていうところもあります。ゲームがしたいから絶対グラフィックボードをつけるから内蔵グラフィックはいらない。って方もいるので、そこは皆様のご判断にお任せしたいと思います。ただ今回私は、一番安い CPU でどのくらいの性能が出るのか、っていうのが見たかったので F 付きモデルを購入しました。そんな話をしていたら CPU が出てきました。
出た、縦長 CPU。 かなり大きいですよね。それから今回もう一つ変わったものがあります。え、なになに？団子3兄弟。いや全然団子じゃないし。ということでクーラーも一新しました。なんかすごい光りそうな感じね。え、いやだから光りません。すごい光りそうなのに。近くで見るとこんな感じ。イソギン着みたいね。確かに。裏面の銅の部分は前世代までのクーラーに比べると少し大きくなってますね。まあこれは CPU が大きくなったからでしょう。前世代までのが直径 27.8mm で、12世代は直径が 35.7mm と前世代より約3割増しとなっていました。おお、大きくなってるわね。よく見ると厚さも12世代の方が厚くなっていました。では次は実際に動かしてみましょう。シュラララ。まずは CPU を取り付けていきます。ソケットのロックを外してカバーを開けていきます。あ、下からじゃなかった、上からだった。いや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 。ソケットカバーを外して CPU を取り付けていきます。そしたら CPU を取り付けます。刻印がそのまま見えるようにはめていきます。そしたらカバーを閉めて、ロックをかけたら完了です。ではリテールクーラーをつけてみたいと思います。今回はせっかくなので付属のグリスのままつけてみたいと思います。プッシュピン式なので上から指ではめていきます。ケーブルを繋いで完成です。今回の検証環境はこちらです。マザーボードに関しては今回は新しく購入しなかったんですが、B660 や H410 でも全然問題ないかと思います。むしろオーバークロックできないので Z690 の意味はないです。また CPU 温度も検証していきますが、オープンフレームなので普通のケースに入れたら、多少温度は上がるものだと思ってください。それでは電源の電源を入れて、パソコンを起動していきましょう。スイッチオン。まず最初にクーラーを選択できます。今回はリテールクーラーなので、ボックスクーラーを選択します。Yes を押したら再起動。ではここからは検証タイム。シネベンチ R23? と検証シーンを出しておりますが、特に変わり映えがあるシーンでもないんですよね。ということで結果はこちら。マルチが8432、シングルが1620、最高温度は74度で10分間の最高温度は76度でした。リテールクーラーでも全然熱は問題なさそうね。ですね。ちなみにこのマルチスコアなんですが、最近のもので近いものだと、コア i7-9700 やコア i5-1500、Apple、M1 には i3 の方が勝っており、AMD だとライゼン7700以上ライゼン7200以下って感じのスコアでした。ただ、シングルの方が恐ろしくて、i3 が勝っているものだと、AMD Ryzen5 5600X、Ryzen7 5800、Intel Core i7-11700KF、Core i5-1600KF よりは、i3 の方が上なんですよね。しかもリテールクーラーで。さらに言えば、AMD Ryzen9 5950X や Core i9-11900K とかなり近い数値なんですよね。え、シングル強すぎない？私もびっくりしました。続いてはリテールで電力制限を解放してやってみました。結果はこちら。スコアはあまり変わりませんでしたが、温度は微妙に上がってました。まあでもリテールの割にはしっかり冷えているかと思います。次にクーラーも変えてみました。続いて検証したクーラーはこちら。グラカマ先輩。やっぱりグラカマ先輩でもやらないとかなと思って、やってみました。結果はこちら。スコアはシングルが微増しておりましたが、温度はかなり減りましたね。あ、ちなみにグリスは、アリエクで買える安いグリスを使用しました。まあでも60度台なら全然許容範囲かなと思います。それからもう一つやってみました。コスパ最強、虎鉄マーク2です。ではこちらでの結果は、こちらもスコアでは大きな差は出ませんでしたが、10分間の最高温度では虎鉄マーク2の方がしっかり冷えてましたね。さすが虎鉄マーク2。シュラララ。はい、ということで今回はコア i3-12100F の検証でした。最後にまとめはこちら。リテールでも使用は問題はなさそうですが、ちょっとだけクーラーを変えた方がより良いって感じの結果でした。まあ確かに、リテールでも大丈夫そうではあるけどね。まあどちらにしてもこちらの CPU、とても14000円で買えるスペックの CPU ではないな、と思いました。今回は内蔵グラフィックがついていないモデルなので、ゲーム検証は行っておりませんが、それでもなかなか価値のある CPU じゃないかなと思いました。確かに。ということで本日はここまで。
もし今回の i3 がめちゃめちゃいい CPU だと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ということで、ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん。じゃんけん。ポン。またねー。